今回は第29代天皇、欽明天皇について解説するぜ。一体どんな天皇かしら？アメクニ吉原千尋にはノスメラミコトという名前があり、父親は慶太天皇、安閑天皇千華天皇とは、腹違いの兄弟であり、30歳で即位されたとされるぜ。欽明天皇の時代、西暦552年は、仏教が百済から日本に伝わるぜ。この時代に今でも日本で続く仏教が伝来したのね。さらにこの時代は562年、美馬長白木に滅ぼされ、日本の朝鮮半島の権益が失われてしまうんだぜ。賛否両論ある美馬な問題ね。欽明天皇が美馬な再建を目指し、軍を起こすがうまくいかなかったぜ。即位32年目で、崩御するが崩御する際、遺言でも美馬な復活を強く願ったとされるぜ。崩御した後は、奈良県高市郡飛鳥村にある古墳、梅山古墳に眠っているとされているぜ。